はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、スナックワールドトレジャラボックス第1弾、目覚めしクリスタルの力です。はい、先にメインアイテムのフェアリポンをレビューして、スナックとジャラとの連動遊びも解説しましたが、今回のアイテムは1個500円で、中にスナックかジャラのどちらかが1つ入っております。要はモンスターと武器がランダムで出ますから、どちらか選べないような形ではあるんですけど、ジャラが12種類とスナックが10種類の全22種類。しかもジャラには様々なブランドのものが入ってて、でスナックの方にもグレートレア、要は星3レベル、この辺のモンスターとか星2相当のレアに星1のプチレア、いろんなものが入ってますね。とりあえずミラーシールド、アニメにも登場したこの辺りとか、やっぱジャラ関連が欲しいかな。全22種類でワンボックスを買って10個ですから、スナック5個にジャラ5個とか、そういう感じで平均アソートっぽく入ってるんでしょうか。そのあたりも確認しながら10個一気に開けましょう。箱は宝箱になってて、形も凝ってますね。ただこれは紙素材でうまく作ってありますよね。重さは明らかに重かったり軽かったりする。まずは右列を前から開けたいと思います。あ、ほんと宝箱っぽくここがパカッと開くんですね。いよっと。はい、そうするとまだ見えない、まだわからない。え、あー、ベイブレードのように収納されておりますが、開かない、出せない。なんだこれは。青いゴブさん？ゴブさんのミニフィギュアがついてるの？へぇ。で、これは感触的にジャラかな？せーのーを、ドドン！お、これは普通のラインナップにあったやつだ。ハリセンソードね。なるほど、なるほど。ここの引っ掛けの金具部分は他のものと共通で、やっぱり一部金属が使用されてて、相変わらず作りがちゃんとしてますね。じゃらいいなぁ。というか入り方が結構厳重になってて、開けるのが大変。ドドン。おーっと、いきなりなんか光ってる。あ、ゴールドだし。ちょっとこれ、ちょっとこれ、何？何これ何これ？シクレ？フェアジー、あー。レアだ。おー、普通にレアでもここの色変わるんすね。せーのを、ドドン。お、これもレアですね。レアのミミック。スナックが続くな。マヨネフィギュアが入ってて、ドドン。あ、シルバーってことは、これはなんだ？プチレアか。イエティ。ここがシルバーだとプチレアね。だんだん分かってきた。開けて、ドドン！あ、プチレアだ。クローン。ということで、右列はこういう配列だったかな。なんと、スナックが4のジャラが1。もしかして、ジャラはレア扱いなの？もともとが。普通にジャラ5、スナック5は確定で入ってると思ったんですが、違うのかな？では次、左の列前から行きましょう。よっと。はい、またまたスナックですが、あー、これグレートレアじゃない？グレートレアだ。やった、ここなんかラメ入ってますもん。おー、来たー、一番いいやつ。7個目は、というか、ジャラ来てほしいんですけど。せーのー、お、ど、あ、来た、お、ちょっと待って、ちょっと待って、シークレット？シークレット？ちょっとこれ書いてない。え？シークレット来た、ほら！スーパーグレートレア！さすが、レオンチャンネル！来たよ！排出2個目のジャラで、1個目がこれで2個目で、いきなりシークレットレア来ちゃった。さすが！持ってるなぁ！これでもクリスタルソードと見た目同じですけど、すごいやつ来た。これ読み込ませたらちょっと音声違うのかな。ミラーシールドうんぬんとかの前に、いきなりシークレットワークのスーパーグレートレアが出ましたね。せーのー、お、ミラーシールド。うん、これはフラワーペンダント。次、
いきます。ミラーシールドこい。あ、ミラーシールド、あ、違う、これはウッドシールド、ウッドシールドだ。あ、なるほどね。これでジャラが4つ来てますから、最後もジャラなのかな。せーの、お、ドドン。あー、来た、またジャラだ。ストライプソード2というわけで、左の列はこのような配列になっておりました。ジャラがほとんどですね。前から2番目にシークレットじゃなくてグレート、スーパーグレートレア。はい、ワンボックス開けた結果はこうで、ジャラが5のスナックが5。ちょうど半々でしたね。そしてジャラはプチレアのウッドシールド、ハリセンソード、ストライプソード2、レアのフラワーペンダント、スーパーグレートレアのクリスタルソード。スナックはプチレアのイエティ、クローン、レアのフェアジー、ミミック、グレートレアのジニーズ。まずはスナック、レアリティごとにプレートのカラーが違って、シルバー、ゴールド、プラチナ、パールかな？まずはクローン、ぐるっと見回すとこうで、相変わらず QR コードとかはなくて、この中に IC チップが入ってると思われます。同じレアリティのイエティ絵柄はこうなってて、さらにもう一つの上のレアのフェアジーですね。フェアリーのおじいちゃんでフェアジーかな。もう一つが宝箱の中から出てきてるミミック。種族ごとにここの柄が違いますから、この辺はわかりやすくていいですね。そして今回の一番高レアのジニーズ。次はジャラを確認しましょう。まずはストライプソードをぐるっと見回すとこうで、レアリティとか関係なくどれも金属使いになってますね。ここの引っ掛けるフック型のパーツは共通です。そしてウッドシールド。初の防具アイテムが出ましたね。裏側もちゃんと持ち手っぽくなってて、肉抜きもなくってちゃんとしてますよね。ほんとキーホルダーとしてあり。で、ハリセンソードは先がハリセンになってて、グリップ周辺が金属になっております。さらに、フラワーペンダント。これは先にレビューしたブタコが装備してましたね。同じものになってて、ハート型でメタリックピンクが可愛い。ここが金属かな。スーパーグレートレアのクリスタルソード Z。これが正式名で、基本的にはクリスタルソードと変わりませんが、Z カラーバージョンということですよね。今調べたら、2ボックス買ってもシークレットが出ないみたいな人がいらっしゃるので、もしかしたらいきなり超強運だったかもしれません。そしてジャラの数も一気に増えましたので、これでジャラの名の通り、ジャラジャラと、吊り下げて持ち歩くことができますね。それと各トレジャラボックスにはミニフィギュアもついてて、チャップとかマヨネとかブタコとか武器とかランダムで入ってて、ただこれはストラップホールとかもありませんから、本当におまけでつくような形ですね。では連動音声を確認しましょう。やたらと音量が大きいピンクの方で連動させます。クリスタルソード Z。ちゃんとクリスタルソード Z。 もちろん裏側でもブリタニアエンチャントクリスタルソード Z 認識することができます。フラワーペンダント、お、新しい。ここもピンクに光って、ブランド名がペファニーですね。シャイングフォーエバーペファニー。もう一回。次は、ストライプソード。
フライングキャット。はい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 、フライハイ、フライングキャット。次はウッドシールド。なんか爽やかだけど、これはクロリスですね。冒険に立てクロリス。シールドの正面にもクロリスのロゴが入っております。もう一回。シールドはクロリスなのかな。じゃあ最後はハリセンソード。全王様みたいなボイスが鳴りましたが、ブランド的にはノーブランドなので、なんて言ってるかわからないな。続いてモンスター召喚クローン。スピリット属性ですから、魂の精霊のスピリット、同じ種族のイエティで、もう一度。お、長ゼリフ入ってますね。次はレアのハテナマークはワンダーかな。はい、やっぱりワンダーでしたね。ワンダーラン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 、ワンダーラン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 みたいな。もう一回。次はフェアジー。そして最後は一番高レアのジニズ。これは種族的にはフレンドかな？スナックワールドのテーマだと思われます。もちろん今回のジャラとスナックでもバトルモードで遊ぶことができますので。勝つよ。黙っちゃう。やばい、強っ。長い。
ちょっと倒せない。お、いった、シュラッスラッシュある、スラッシュ、オッケー。スナック抜いて、最先端テクノロジーのマーナーをゲットしました。はい、ということでスナックワールドトレジャラボックス第1弾目覚めしクリスタルの力をワンボックス開封しました。宝箱の中にはジャラかスナックかどっちかが入ってるっていうことでしたけど、一応ワンボックス開けたら5個ずつ入ってて、スナック5種類のジャラが5種類でした。ダブリこそありませんでしたが、これでも全22種類中のまだ半分も揃っておりませんので、全部揃えようと思うと、まあ、おもちゃ屋さんで今回400円で、定価500円のものを400円で買いましたが、1個ね。第1弾からコンプしようと思うと、なかなかお金がかかりそうですね。最短でも1万円ぐらい。とりあえず現時点では店頭にかなりの量のトレジャラボックスは売ってますので、もしまだボックスとかでたくさん並んでそうであれば、もうワンボックスぐらい追加で買おうかなと思っております。以上、スナックワールドトレジャラボックス第1弾目覚めしクリスタルの力の紹介でした。